シェトランドシープは、シェトランド諸島原産の小型の羊。現在では、世界各地で飼育されている。北欧系のタンビ種に属し、絶滅したスコティッシュダンフェース種の起源である。シェトランドは、在来種、または未改良品種に分類される。この品種は、高品質な羊毛と羊肉を産出し、生物多様性保全のための放牧にも使われる。 シェトランド種は他の商業的に飼育されている品種と比べ、小型で成長も遅いが、眼検で繁殖も良い、環境への適合性もあり、透明である。この品種は何、世紀にもわたって、食料の少ない厳しい環境を生き残ってきた。他の近代的な品種と比べ、野生の生存能力を残しているため飼育に手間がかからない。鉄器時代まで、ブリテン諸島及び北部、 西部ヨーロッパに生息した羊は小型で尻尾の短い品種で、角はオスにのみ存在し色も様々であった。タンビシュは次第に長尾種に置き換えられ、タンビシュの生息地域は限られたものとなっていった。スコティッシュガンフェイスもそうしたタンビシュの一つであり、18世紀まではオークニーやシェトランドを含むスコットランドの諸島域やハイランド地方の主要な品種であった。 ダンフェイス種は19世紀の終わりには、スコットランド本島では絶滅し、シェトランドのような限られた当初のミシソンが残された。現在、シェトランドに生息するダンフェイスは19世紀初頭以前のものとは区別されて扱われている。ヒースで草をはむシェトランドのメス。このアナグマ顔と称される模様は、キャトモジアと呼ばれる。20世紀初頭までにシェトランドは、後輩により、 羊毛の品質が悪くなることが認識されていった。この問題に対処するため1927年にセトランドフロックブックソサイティが設立され、原産地である諸島域での保護に努めている。レアブリズサバイバルトラストが設立された1970年代頃まで、セトランドは希少種であり、カテゴリー2に分類されていた。その後、小規模農家による飼育が一般化し、 現在では、カテゴリー6に指定され、イギリスでは3000頭以上が生息している。本島での飼育は、セトランドシープソサイティによって管理されている。アメリカ合衆国大統領、トーマス・ジェファーソンが19世紀初頭に数年にわたって、飼育していたセトランド種の羊は悪名高いものだった。今日のセトランドと違い、このお羊は4本の角を持っていた。ジェファーソンは、 ホワイトハウスに隣接するプレジデントエスパークにおいて40頭の羊を飼育していたが、1808年の春にこの羊は公園を飛び出し人々に危害を加え、少年を死亡させた。羊はモンティーチェロにあるジェファーソンの指定に移動されたが、他の数頭の羊と共に殺された。これについてジェファーソンは、この忌々しい動物と呼んでいる。しかしながら、 このような攻撃的なシェトランド種の羊は例外的である。北米においてはジェファーソンのシェトランド種は子孫を残さなかった。20世紀半ばにカナダにシェトランド種が持ち込まれ、1980年代に入ってカナダからアメリカへシェトランド種が持ち込まれた。この時にノースアメリカンシェトランドシープレジストリが設立され何千頭もの羊が飼育されている。 今日では、セトランド市は主に、セトランド諸島で飼育され、他の一部地域でも飼育されている。気象が穏やかであることも魅力の一つとなっている。その素晴らしい羊毛のために飼育されることが多いが、羊肉のためにも飼育されている。シェトランドは多様な色合いを持ち、それぞれに固有の名前がついている。シェトランド市はブリテン諸島に生息する種の中では最も小さい。 部類に入り、通常、角はメヒツジには存在せずを羊のみ有するが、稀に角を持つメスや角を持たないオスも存在する。とても良質な柔らかい羊毛と、素晴らしい羊肉を産出することで知られるが、体長が小さいため市場に出回るのは限られたものとなっている。顔や、鼻、足には、羊毛は生えておらず、小さなピンと伸びた耳を持つ。足の長さは長くもなく、 短くもなく、がっしりとした骨格である。北欧三丹尾種の羊が持つ特徴として、尾は短く、付け根の部分は太く、先端に向かって細くなっている。シェトランド種は、色や模様に様々なパターンがあり、それぞれ独自の名前で呼ばれている。オスの体重は41から 57kg 程度、メスは34から 45kg 程度である。 シェトランドシープから取れる羊毛は歴史的に商品価値を認められてきた。羊毛は様々な色合いを持ち、この多様性はシェトランド諸島の羊毛産業で重要な意味を持つ。シェトランド諸島では羊毛は自然のまま染色されずに利用されることもある。シェトランド種の羊毛からはツイードも生産されるがニット製品で最もよく知られ伝統的なレースのショールは ウェディングウェアとしても利用される。毛長5から12センチメートル、鮮度は50から60番で、1頭から取れる羊毛は0.9から1.8キログラムほどである。2011年11月に、シェトランド諸島のこの羊から取れる羊毛は、原産地名称保護制度によって、ネイティブシェトランドウールとして、地理的表示保護を得た。イギリスにおいて、食品以外のもので、 この認定を受けるのは初である。毛色と模様シェトランドシープは様々な毛色を持つが、白、ムーリット、黒が最もよく見られる。この毛色及び模様のパターンはシェトランド方言で名前が付けられており、元をたどると過去にシェトランド諸島で使われていたノルン語に由来し、似た言葉は北ゲルマン語群のアイスランド語にも見られる。主要な毛色としては、 ライトグレー、グレー、白、エンスケット、マスケット、シェイラ、黒、薄茶色、ムーリット、ミジア、アンカシ色の11のが挙げられる。また、模様のパターンにより30に分類され、名前が付けられている。キャットモジアは、腹の部分と鼻と目の周り、そして、足が、黒くで、ガルモジアは、カッタマジットの逆、つまり腹と足、鼻と目の周囲が明るい色となっている。 ユグレットは目の周りがパンダのように黒くなっている。スマーリットは鼻面と頭頂部、または額の部分が白い。ソウカットは足が白いもの、または足の毛色が他の部分と違うものを意味する。バイルセットは首は押したような模様があるものである。他の原始的な品種と同様、繁殖季節が決まっており、北半球においては10月から11月にかけて妊娠し、 翌年の春から夏頃に出産する。餌の少ない原産地である、セトランド諸島では、羊の分娩率は130%ほどである。しかしより牧草の多い環境では、双子が生まれることはよくあることである。セトランド種のメスは眼圏で子をよく産み、父を十分に出す。健康な子羊はおよそ2から3キログラムで生まれてくる。ありがとうございます。